ラッフィ系ホバニスイアンは、アメリカ合衆国出身のアルメニアの政治家である。カリフォルニア州フレズノで、アルメニア系アメリカ人歴史家のリチャード・ジー、ホバニスイアンの息子として生まれ、歴史学者や弁護士として暮らしていた。しかしペレストロイカ期に、アルメニアソビエト社会主義共和国へ渡り、その後ソ連からアルメニアが独立すると、1991年から、 翌1992年まで初代外務大臣を務めた。しかしその対外強行路線から外省辞任に追い込まれ、その後は2002年に反対政党、イサムを設立し、自らその党首となった。1959年11月20日、歴史家であるリチャード g ・ g ホバニスイアンを父として、カリフォルニア州フレズノで生まれた。 ロサンゼルスのパラセーズチャーターハイスクール在学中にアルメニア革命連盟の青年組織であるアルメニア青年連盟に加盟し後にそのカリフォルニア支部長となった1977年から翌年までカリフォルニア大学バークレー校で政治学を学び1979年にはロサンゼルス校へ移ってアルメニア史を学んだ翌1980年に 歴史学と均等学の BA を取得し、主席で大学を卒業した。1981年から翌年までタフツ大学で歴史学の教鞭を取り、1982年にフレッチャースクールから法律、外交の MA を取得した。ジョージタウン大学ローセンターからゼリーを取得してからは、 1985年から1989年まで国際法と民事の弁護士としてストロークやコーダートブラザーズなどロサンゼルスの法律事務所で活動した。同時期にはアルメニア放送協会の設立者権会長にもなった。1988年10月、ホバニスイアンはロサンゼルスタイムズにカラバフ運動を支持する記事を執筆した。 同月12日には、スピタク震災に襲われたばかりのアルメニアソビエト社会主義共和国へ入り、1990年2月からエレバンのアジスベコフ広場近郊でワンルームのアパートメントに住むようになった。同年秋には家族もエレバンへ呼び寄せた。また、ホバニスヤンはアメリカアルメニア人議会のエレバン事務局長も務めた。ソビエト連邦からアルメニアが独立した。 直後の1991年10月7日、ホバニスイアンは、初代外務大臣に指名され、翌1992年3月2日には、アルメニア外相として、ニューヨークの国連本部ビルに、アルメニアの国旗を掲げた。だが、同時に、ホバニスイアンは、アルメニア人虐殺の承認をトルコに行わせ、保証を得るという在外同法の祝賀に強く、固執した。これは、 ナゴルノ・カラバフ戦争の対処に追われ、これ以上の対外関係悪化を望まなかった、レボン・テルペトロ大統領との対立を招き、ホバニ水安は、同年10月16日には、辞任に追い込まれた。しかし、辞任直前の同年9月に、ロサンゼルス・タイムズが報じたところによれば、ホバニ水安の支持率は98%と、テルペトロをはるかに上回るものであり、 エレバンに失業者の間でもホバニスイア案の支持は高いものであったという。2001年にホバニスイア案はアルメニアに帰化したが2003年の大統領選挙に際して裁判所は自身が1991年の時点で帰化申請を行っていたとのホバニスイア案の訴えを認めなかった。このためホバニ水案は過去10年間にわたってアルメニアの市民である との大統領選挙への立候補資格を満たすことができなくなった。2002年、ホバニスヤンは欧米型の政治経済制度構築を目指し、遺産を決闘、その党首となった。遺産は2007年の議会選挙では、得票数8万1048票、得票率6%、獲得議席数7議席との戦績を残した。また、アズグガミによる、 オンライン世論調査によれば、遺産の支持率は約25%という最高位の数字となっている。選挙から2ヶ月後の7月に行われた調査では、ホバニ水安個人の支持率は82%に達している。議員となったホバニ水安は、就任直後からナゴルノカラバフ共和国の国家承認を求める法案を提出するなどした。 ハンガーストライキ中のホバニスイアン2011年になるとホバニスイアンの対外姿勢はさらに強硬化しアゼルバイジャンとトルコからの領土奪回やジョージアのアルメニア人の権利擁護などを主張するようになったアラブの春に影響されたアルメニアの商業者がエレバンでの路上取引禁止撤廃を求めてデモを行った際には遺産元の政党と協力して 政府の変革を訴える集会を組織した。3月15日から30日にかけて、ホバニスイアンは政府の腐敗を訴えるため、エレバンの自由広場でハンガーストライキを行った。しかし、17日にデモに合流した元大統領のテルペトロは、ホバニスイアンの主張には曖昧な点があり、ハンストも売名行為に過ぎない、として、ホバニスイアンを批判している。 2012年の議会選挙においては、遺産は、得票数86,993票、得票率5.78%、獲得議席数5議席となり、ホバニスイアンも議員に再選された。同年11月上旬、ホバニスイアンは、翌2013年の大統領選挙へ出馬する意思を明らかにした。ホバニスイアンは、アルメニア人虐殺の承認や、 ナゴルノ・カラバフ共和国の承認といったナショナリズムを全面に押し出した政策を訴えたが、結果は36%の得票率で2位につけ、現職のセルジ・サルキシャンに敗れた。これについてホバニスイアンは、選挙で不正が働かれたと訴え、これに抗うした数千人の支持者が、エレバンで政権に対する抗議行動を行ったが、大きな混乱には至らなかった。 2017年の議会選挙で落選。ホバニスイアンはアルメニア語、英語、ロシア語、フランス語に堪能である。また、アルメニアジュニアアチーブメントの CEO である妻、アルメヌヒトの間に4男1条を設けている。ありがとうございます。